イタリ生産者聖セ,セルギー大修道院を中心とするセールギーフ・ポーサードの町モスクワの北北東に位置するセルギーフ・ポーサードはロシア・モスクワ州の都市セルギーフ・ポーサード地区の主婦でもあるモスクワの北北東 70km の地点に位置する人口は10万人1993年イタリ生産者聖セ,セルギー大修道院はユネスコの世界遺産に登録された セルギエフポサードは1340年代にセルギー・ラドネシスキーによって創建されたイタリ生三者、聖セ,セルギー大修道院の周囲に形成された門前町。1742年には周辺の村落と合併して地域を拡大している。宗教的な使命を理由にソ連時代にはセルギー・フと改名し、さらにザゴルスクと改称したが、 ソビート連邦の崩壊後の1991年、元の市名に戻った。市は黄金の輪を構成することの一つである。モスクワから日帰りで観光できる距離にあるため、週末には多くの観光客が訪れる。主な産業としては、古くからのミニアチュールと木製玩具の製作が盛んである。産業都市としての側面もあり、1947年にソビート連邦は、 セルゲイフ・ポーサードの郊外に天然灯を化学兵器化するため国内で最初に工場を建設した。ロシア正教会の中心地の一つでモスクワ神学大学同人学校が設置されている。モスクワやロスラブリカンを走る鉄道と高速道路によってセルゲイフ・ポーサードへのアクセスが可能である。ありがとうございます。